小川彩です。よろしくお願いします。なんて？なんて？小川彩です。あ、小川彩ね。はい、小川。はい、続いて。四角いクラッカーを初めて見ました。マジで？おう。あ、世の中いろんなものがあるからこれから勉強だな。え、何？どういうの見たの？クラッカー。丸いやつ。リッチとか、ね、ああ、そういうの見たんだ。じゃあね、嬉しいな、今日な、四角いもの見たら。スタート！いけ！こぼさないでくださいよ。こぼさないでくださいよ。ね。さあ、これ。さあ、一気に入れる方がいいのか、分割して入れた方がいいのか。お、もう、小川も、もう2枚目かな、それは。さあ、奥田。これ、いけ！今さ、まだ。おい、一回チェック。あ、全然ダメよ。小川どうだ。オッケーオッケーオッケー。交代交代。ほぼ同時。さあ、スイムスイムいった。スイムいった。スイムいったか。スイム一回見せたら。スイムいったか。もうないの、もうないの。あ、めちゃめちゃあるじゃん。オッケー。早い。小川チームが1位。2位が。千葉県出身、中学2年生、14歳の小川彩です。よろしくお願いします。ソロ版を昔やってて、12段持ってます。尊敬する人は誰ですか？お父さんとお母さんです。かわいい。スマホを持ってて、よいしょって座ったら、Siri が反応して、勇者とはこちらが見つかりましたって。よいしょと勇者を聞き間違えられた。かわいい。シリが可愛い。よく服を前後ろ逆で着たり、パジャマの上に制服を着て出かけちゃったりした。あら、おっちょこちょ。可愛い。実は、まだ5期生のメンバーにも言ってないんですけど、あら、まだお母さんと一緒に寝てます。可愛い。可愛らしいね。綿を革で包んで、縫って、鉄の棒を曲げて、釘で打って、完成。すごい。何がすごいの今。止まったら。え？ちょっと待って。どっち？どっちがどっちなの？エアドラムをやりながら、お題を振ったらその作り方を想像してくれるそうなので、それを披露してもらおうと思います。なるほど。じゃあ、お願いします。ガールズシャツ。ガールズ。はい、どうでしょう。やめちゃうの？布に色をつけて、布に色をつけて、縫って、ボタンをつけて完成。すごい。ボタンも焼けねえじゃねえかよ。